コウヘイ TV 始まるよ。コウヘイです。いつもご視聴ありがとうございます。今日なんですけど、自動格納式ドアミラーを皆さんにご紹介したいと思います。13年前に車屋のおっちゃんに頼んでキット取り寄せてもらってつけてもらいました。18系マジェスタは純正でついてるみたいです。車屋のおっちゃんから教えてもらったんですけど、18系マジェスタのパーツをゼロクラウンに移植して格納式ドアミラーにもできるみたいです。今の車は純正で結構ついてると思うんですけど、この車はついてませんでした。ショックです。結構この機能って便利なんです。スーパーとかに買い物行った時とか、ドアミラーが開いたままだと当たってドアミラーが傷ついたりとかすると思うんですけど、鍵閉めたら閉まるので便利です。それでは今から皆さんにご紹介したいと思います。鍵を開けると開きます。鍵を閉めると閉まります。便利ですね。ゼロクラウン塗られてる方でまだつけてない方はつけてみてください。実際この機能あったら便利です。クラウン以外の車でもきっとネットとかで見たら売ってたので見てみてください。最後までご視聴ありがとうございました。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。コウヘイでした。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。